納得相談のコーナーです。このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについてお伝えします。今日も一心同薬局の荻秀幸さんを迎えしています。よろしくお願いします。先生どうも。師匠よろしくお願いします。師匠下池の師匠でございます。そうですよね。いやもう今日もすっぽんまむし粉末飲んでます、はい、本当に飲んで、はい、飲んでます、はい、本当に荻先生大好きですよね、はい、もうそろそろ10袋ぐらい買いに行かないと。ありがとうございます。お世話になってますね。今日のテーマはですね、はい、年末年始に多い疾患ね、まあね、ちょっと今年もね、もうあと少しで年末年始ということで、うん、この時期に多い疾患、どのようなものあるんでしょうか。うん、はい、まずあの年末年始に多い疾患といいますと、うん、はい、やはりあの、まあ、飲み会、まあ、イベント等がありますので、まあ、どうしてもこう、胃もたれであるとか、あと腹痛、下痢、あと便秘、あと食欲不振、まあ、こういうふうな疾患でお悩みの方が増えてくるんですね。はい、はい、すごい、胃もたれとか、確かに忘年会とかもあるしね。まあまあまあ、はい、俺も山から、うん、俺も今日もう胃もたれ。いや、さっきさ酒飲んでたじゃん。いっぱい食べちゃうからね。そうですよ、皆さんも気をつけてくださいね。はい、はい、うん、でね、これあの胃もたれなどがありますけれども、うん、これ胃腸に関する疾患、この時期、はい、多いもんなんですか。そうですね、やはりあのーまあ、飲みすぎ食べすぎという部分がありますから、はい、やはりあのーまあ、胃腸疾患的な部分多いんですが、はい、まあ、あのそれ以外にもですね、まあ、胃腸の疾患といいますとちょっとまとめたものがございますので、はい、ご覧いただきたいんですけど、はい、まあ、胃腸の主な疾患といいますと、はい、まあ、先ほどの部分とちょっとダブルかもしれませんけど、うん、胃痛、あと腹痛、はい、下痢、胃もたれ、うん、あと吐き気、食欲不振、便秘、こういうふうな疾患があると思うんですね。はい、いや便秘はね辛いですよね。はい、では今日もですね、改善例とおすすめの漢方薬をご紹介していただきましょう。はい、お願いします。まずこちらの方はですね、はい、食べ過ぎると、はい、まあ、胃がもたれるということで、うん、毎年この時期にですね、まあ、このふうな、症状に悩まされるという方の例なんですね。うん、でこの方は普段からあの胃腸が弱くてですね、まあ、もたれやすく、まあ、ゲップがしやすいということもおっしゃられたんです。でその他のまあ自覚症状としましては、胸が疲れる感じがあったり、お腹が張りやすい、で食欲も出ない、まあ、下痢しやすいと。で、あとサブ的な部分としましては、その自律神経失調症で、まあ、まあ昭和60年頃にまあ通院してた、あと、メニエール氏病で平成2年に、まあ、通院していた、まあ、こういうふうなお話もいただいた方の例なんですね。ではこちらの方はどのような漢方薬をお勧めしたんでしょうか。はい、この方のまあ胃腸症状としましてですね、まあ、改善する上でこの平酸というお薬を服用していただいたんです。はい、うん、では改善例見ていきましょう。はい、で服用しましてですね、まず1週間経った時点でおっしゃられたことが、うん、胃もたれがですね、まあ、治ってきたと、楽になってきたということだったんですね。で1ヶ月経った時点ではですね、胃が軽くなってきて食欲が出てきましたと。で2ヶ月経った時点ではですね、まあ、下痢をしなくなった。で3ヶ月経過した時点ではですね、胃がもたれる感じがまあ減ってきた。でさらに4ヶ月半経った時点ではですね、まあ、調子が良くなってきたということ で、 で5ヶ月半後にはですね、まあ、胃腸の調子が良く、まあ、頭重感も取れてですね、全体的に、まあ、体全体がですね、調子がいいというふうなことで改善された方の例なんですね。はい、胃腸荒れると肌とかも、ね、荒れてきちゃったりするからね。そうですね、こういうのが早く調子が良くなるといいんですけどもね。はい、なるほどですね。はい、そしてですね、うん、今日はですね、沖先生に、はい、おとその作り方をご紹介していただきたいと思います。はい、おとそ、はい、ではまず、はい、おとそとは何かを教えていただきましょう。はいはい、まずおとそとはですね、はい、まあ、お正月に、まあ、家族がこう集まってですね、一、はい、年の始まりを祝う時にこう飲み交わすお酒のことなんですね。はい、はい、それで、まあ、病気をもたらす邪ですね、まあ、邪気をこう払ってですね、うん、まあ、その年の、まあ、家族の健康を祝うために、まあ、要はこのお正月に、まあ、おとそを飲むという習慣があるわけですね。はい、お酒っていうのは分かったんですけども、はい、中身は具体的にどういうものだかちょっと分かんないんですけど、教えてください。はい、おとそにはまあいろいろあるんですけども、まあ、基本的な部分としましてですね、はい、まあ、こちらのですね、はい、今映ってますように、はい、白術、桔梗、山椒、
経費、防腐、まあ、こういうふうなものがですね、まあ使用包材として入ってるんですね、うん、はい、これを何のお酒に入れてるんですか、はい、日本酒、はい、日本酒1合に対してですね、はいはい、でこの1袋、はい、こちらをですね、入れていただいて、でこれはあの大晦日の晩にですね漬け込んでいただくわけなんですね。ああなるほど、はい、前日から漬け込まないとダメなんだ。そうなんですね、はい、一晩置いていただきたいんです。であとその、この浸したものを元旦の朝に家族全員で、はい、あの健康を祝って、まあ、飲むというふうな形なんですね、はいはいはい、これみりんに浸しっていうのはあの、はい、粉の粉末をみりんに浸すんですか。そうです、あのこの一袋、うん、このような形になってるんですけども、うん、はいはいはい、これをまあ、日本酒1合かみりん1合に入れていただいて、そのままですね、そうです、染み出して麦茶みたいな感じでお茶のパックになってます。あ、ティーパック状なんですね、はい、でこれをまあ入れていただいて一晩置いていただいたやつがこちらの方にありますけど、はい、これで登場しましたよ、はい、こちらですね、じゃじゃーん、これがまあ一晩、はい、つけたあのお父さんですね。あ、ちょっと匂いする、はい、シナモンみたいな匂いします。あ、シナモンの匂いがする、はい、あのケースという生薬はですねシナモンなんですね。あ、なるほど、はい、ちょっと早いですけど、はい、いただきます。邪気を払う、邪気を払わなきゃいけんだからさ、あんたら今日どんだけ酒飲んでんだよ。キュッとね、あ、はい、あ、全然そんなお酒のなんだろうこれ、はい、飲みやすいですね、はい、うん、あ、シナモンの香りする、はい、あ、全然飲みやすい、なんかお茶のお酒みたいな感じで、なんかお茶っぽいというか、なんだろう、ちょっとあの漢方っぽい、あの、そうそう、後味がね、ツンって、でもそれが気持ちいい、ハーブみたいな感じで、そう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 、ね、はい、飲みやすい、お酒らしさがなくなってるよね、大丈夫、ジャッキー、俺まだジャッキーあるわ、ちょっともう一回、あと5杯ぐらいちょっとあげて、ジャッキーは払いませんでした。はい、それではね、維新堂薬局からのお知らせです。はい、一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方します。一心堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や、このコーナーでもご紹介した樹草泉や賢樹、漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。年末年始のお知らせです。31日から3日までお休みとなっておりますので、皆さんご気をつけてください。はい、はい、今回も一心堂薬局からプレゼントがあるということで、はいはい、健康維持健康増進におすすめの高低茶を3人の方にプレゼントいたします。ありがとうございます、コーナーの感想を、お書き添えの上、ご覧の宛先までご応募ください。はい、お待ちしてます。さあ、ということで今日も一心堂薬局の荻秀幸さんにお越しいただきました。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。師匠、師匠って言わないね。コマーシャルの方は皆さんからのメッセージを紹介します。